クエストは。乾杯しようか。そうね、うん、何？乾杯じゃなくて店長って昔映画撮ってたんですか。叶わなかった夢とかそういうの。とっくに化石か。最後にエミが何を話したかなんて知りたくない。お前がエミと向き合わなきゃいけなかったって話だよ。それこそ今更言ったって仕方ねえよ。本気ですか。リクエストは。こんなの撮って誰が見るの。俺だよ。俺が見たいんだ。エミはね、川崎くんとも付き合ってた。バカみたいに笑ってるお人形さんで女優じゃないって今さら言うなよ。20年も前の。昔っから嘘つきだったな。エミにこれ以上俺たちを縛りつける権利はない。あの時いい絵撮れたよな。俺もで。あの日最後にエミに会ったのは